チャンネル全でございます。皆様、コロナによってちょっとね、サッカーのリーグの方もね、中止しておりますけど、サカツクは全開バリバリでございます。せっかくなので遊んでいきましょう。では参りましょう。スタート。はい、ということで本日やっていくのが、レジェンドカカ限定バージョンネイマール登場2周年記念スカウトでございます。ということで、まあ、ちょっととね、僕前の動画でもお話しましたが、あんまりこうブラジルに思いが熱くなれない自分がいるんですよ。アルゼンチン好きな、メッシ好きな、マラドーナ好きな僕としてはね。で、この中でもちろんいろいろね、選手が出てきますということで、まあ今回の2周年記念で登場してくる限定バージョンはカカとネイマール。まあカカに関しては今回初めてですが、まあネイマールはね、何度か限定で出てきたっていうのはありますけど、まあ持ってない僕持ってないんで、もしネイマールね、元バルサとして欲しいキャラの一人なんで、ぜひとも欲しいなと思っております。どちらかといったらバルサファンとしてはやっぱりアルトゥールがねいるっていうのが嬉しくて、ちょっとアルトゥール欲しいかなと。でカカはもちろん欲しい、もちろん欲しい。で最後までもし100連引いた場合1体確定で誰かもらえるっていう風になっているんで、まあカカ出てなかったら1体欲しいかなと思うんで、もらっておこうかなと思います。なのでできれば普通に引いてネイマール出てくれたら嬉しいな。どっちか1体だけでもいいかな、1体だけでもちょっと欲しいところ。ただそうだな、前のオランダガチャのことを思い出すと相当出ないだろうね、またこの2人に関しては。あとの他のキャラクターたちが一体どんだけ出てくるか。ジェズス、まあこれもフィニッシャー系統ですね。でウィリアン、ちょっとねこの右サイドのムービング系統は2019年の最後の年末のガチャでメッシが出てきてるんですよね。これ僕持ってるんで、ウィリアンに関してはあまり引きたくないんですよね僕は。うん、かぶちゃんね。でこちらアルトゥール、バルサですね。非常にねチャビと似ていて、センスが、顔もちょっとチャビに似てるねこれね。そんなことはねえか。まあでもこちら司令塔系統になっております。そしてカゼミーロ、まあ我がバルサの敵、宿敵であるレアルですが、まあ素晴らしい、プレイ見せてくれましたね今シーズンは。ダイナモだけでなく、もうゴールとかも結構上げてくれましたからね、素晴らしいと思います。ノーマルの状態ですけど、カゼミーロは持ってるから、突キャラとして使えるんで、うん、まあ、カゼミーロゲットできても嬉しい。そして、チアゴシルバ。で、キーパーには、きっと、フェリペ。フェリペじゃねえよ。その下かな。ゴールキーパー出てこない。あ、エデルソンが出てくるという感じでしょうかと。では、早速ですが、1日20連やってまいりましょう。いやー、久々だね。ガチャ引くのも、緊張するね。オランダトリオガチャ以来だね。まず1投目いきましょうか。ポストラン、はあ、GB3600 だからね。はい、1枚目何も関係ないものですね。はい、星さん、ニコラ・ムッル、ポストラン。あっ、あー、星4か、星4来ちゃったよ。さあ誰、ジェレミー・マチュー、マチュー、ちょちょ聞こえないね音楽がね。音楽聞こえてくれたら嬉しいんだよな。コクラ、よいしょ、星4、はい、行きましょう。星4ですね。ちょっと星4が何度か立て続けに来ると5が出ない伝説、僕の中の2体すでに出ていると厳しいかな。どうかなこれ。おっと、お、勝利のタクト、高速の破壊者、グレースシュート。わー、ウィリアンだなこれ。多分ドリブラーっぽいもん。あ、カカー、おっと一発目から来たカカ、うん、よっしゃよーしょ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 、あとはネイマールのみ、もう確定でネイマールにしよう。おっしゃー、よっけー。あー、もうこれでなんか逆にもう一発で逃げてもいいぐらいなんだけど僕。まあでもせっかくねネイマール来てるからね、欲しいところ。あー、ちょっと
無心の勝利なのかな。これだけみんなカカファンがいるという中で、よいしょ、あーと星4ですね、特別獲得枠。あーすげー激アツだ、まさかのカカゲット、限定枠。よし、ちょっと気分楽になったね。おい、カカ選手記者会見でございます。皆様お迎えしてください。もうほんとミランばかりですな。元ミランカカ、もう皆さんね、レアルマドリードにいたこと覚えてないでしょ、カカがね、きっとね。はい、ではもう一回競技聞いてみましょうか。ポストラン、うん、さあ参りましょう。星4いきます。誰だ、オランダ人ですね。もういらないね、オランダは。かなり強くなっちゃったね、オランダ勢だけでもね。星3、ドマゴイベダ、うん、高速ドリブル、うん。星4、なんだ、ルリッチ。ってことは星4は2枚ぐらいまでだったら星5が出る確率があるってことは、ちょっと僕の中でちょっと生まれましたね、これね。よし、エレイラ、うーん、星4、あー、まだチャンスある。さっきまだ来た可能性あったからね。よいしょ、よいしょ。さあ、ほい、星3、パスカル・グロスですね。ドイツ人って結構ガチャ出てこないよな、ほんと。あ、星4だよね。もう星4祭りと今回は。じゃあ、ケイタ・バルデ。あ、でももしかしたら、何パーセント確率アップっていうのが1回目はあったかもしれないな。その辺ちょっと見てなくてガチャ引いてた。うん。また星4だ。まあこんなもんでしょう。2回目はきっとね、確率アップしてないんだよ、きっと。あ、じゃあ、あ、また星4だ。星4祭りでございます。シリベ。という感じですな。よいしょ。やっぱそうだね。ステップアップがあったんだよ。じゃあ、ステップ1の星5確率 10%。これがうまく、あ、でも違うか。特別獲得枠で 10% アップで外れてたってことは、たまたま運が良かったっていうことですか。はい。はい、ということで初日だったんですけど、いきなりカカゲットさせていただきました。めちゃくちゃラッキーでしたね。残る80連ネイマールゲットできるかどうか、ちょっとそれがね、注目の一点ということになっております。では本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。ではさん、バイバイ、ありがとうございました。